28日水曜日の天気をお伝えします。まずは予想天気図から見ていきましょう。10月28日は低気圧前線の影響で北日本ほど天気が下り坂となります。ここで天気の移り変わりもお伝えしていきます。8時から時間を進めていきます。西日本や東日本では曇り空が広がるものの、大きく天気の崩れる心配はあまりない見込みです。一方、北日本は朝晴れても油断はできません。午後になると道南から雨の降り出す地域が増えていきそうです。北海道だけではなく、東北北部でしたり東北の一部地域でも雨の降るところがありそうです。遅い時間帯ほど雨足が強まって雷を伴う場合があります。大きい傘をご準備ください。